では皆さん新世界へ行きたいと思います。お、島がありました。バルナポイントというところなんですね。3156。お、来たよ。緑なのは普通のいつもの島かな。緑なのはいつもの島で、この青いやつは1800m、ほぼ 2000m のやつはストーリーが進むポイント。進んでいきます。じゃあこの四角い方がストーリーが進む方で、こっちの方が なんか物が手に入れられるかな。どうやろう、どっちに行けばいいのかな。さっきあれ一瞬見えた、一瞬見えた、見えた見えた見えた、でかいクレーンだよね。しかもなんかついてる。見えたよ。幻のイカダのマッチはちゃんとあるかな。みんなが集まると、これ建物の頂点やね。昔の2つ。おーおーおーおおおお、ここから登っていけるね。じゃあまずこっちだね。おお誰もいなさそう。なんか世界の沈没の前の建物か、何かも沈没してそうになってめっちゃでかい建物を作ろうとしたのかな。おお、何これ、鳥の巣。登ってこれた。おお、おお、どんだけ深く行くんだろう。おお、でかい。ああサメちゃん。びっくりした今。タイミング悪いな、サメちゃん。っていうか、あ、そっか、こうやって登っていくんか。なるほど、なるほど。あ、ネズミ。思い出した。レンガ。持っていきたい。じゃあ作ってる途中で何かが起きてみんな去っていったってことね。なるほど、なるほど、なるほど。そっちはこのジップラインじゃないといけないらしいなのです。お、トイレ。これか、これだな、これだったわ。これでした。登ってこれました。ではでは続きまして、おお、落ちてるとこだった。お、頂点に来ました。ありがとうございます。この鳥もいないかな。海は広いですね。また行ったのか。なるほど、そこからヒューンってジップラインを使ってそっちに行けますね。お、使えるんだ。必要品1、クレーンの鍵が必要で、でこれ落として何かができるってことよね。とか動かして、おお、
アイテムを拾う。ココナッツ。ありがとうね。コップ。メモとかないのかな？あった。ブループリント、電気グリル。お。電気グリルが手に入りました。When people come by, they don't stay for long. 英語。Why? Probably because I keep stealing their stuff. Today, it was a man named Ruben and a boy named Detto. They were caught in a storm and needed supplies. When they fell asleep, I nicked a whole set of tools. Crude stuff, but still good. In the morning, they were so freaked out, they sailed away immediately. Hilarious! ここに滞在して寄ってくる人たちのもの盗んでた。っていうか声メモ拾うと英語で聞けるんだね。日本語はないんだね。また上に行けるか。ここから落ちたらさすがに死ぬよね。さすがに死ぬよね。あ、受信機。怖いよ、ここ。もう何も見えない。そこ登っていけるかな。でも何もなさそうからやめよう。いや、落ちたらマジで死ぬよね、これ。やるんだ。えい、俺の船でかい。来れました。では皆さん、潜る準備ができました。で、そう、すごいことになってるよ。だからそこを探しても鍵なかったから、サメちゃんどっか行ってほしいよね。あっち行ってほしいよね。行くよ。ほら、何これ、すんごい綺麗なんだけど怖い。絶対やばいやつ、こういう。クラゲ撃てるかな。撃ったらどうなるかな。撃てないんだね。弓矢は効かない。こっちなんかあるかな。サメちゃん来ないでほしいな。かなり多分これ当たったら死ぬんだよね。こっちから入ろう。レンガ、うん、すごい。鍵はどこだ。のとこなんかありそう。え、うわ、やられた。なんで今入れなかった。入れて。お、入れた。ラグナポイント has all too many holes in it. It makes it 穴だらけ。unnoticed. Today I nicked a hammer. Yesterday I took some dried meat from a foreman's stash.It's less fun taking food, since it spoils eventually. The watch I got from the loudmouth driller was way more exciting. I want to grab something even better tonight. こいつめっちゃ物盗んでたね。じゃあここ潜ってアイテム。家になってる。あ、何こいつ、キモ。寄ってくんな。アンコウって言うんだ。魚。一
人が住んでたのか。あ、死にそう。酸素が。わかってるよ。酸素ないのね。ちょっと矢が足りないね。めっちゃ寄ってくるね。すっごい早いよお前。早いね。いつものパターンやな。人が住んでたところ。これもともとあった建物で、上の方だけまだ沈没してなかったから人が住んでたのかな。前と同じパターンで人が住んでて住めなくなって、結局俺が一人ぼっちという。スポットライトのパーツ。が手に入りました。何に使うのでしょう。たくさんのアイテム手に入るが、クレーンの鍵は手に入れない。問題が起きてます。あ、準備はできてなかった、ごめんなさい。足ヒレと酸素ボトル必要なんですよ。結構潜るみたいで、で全然本来だったら全然作れるんだけど、プラスチックがね、プラスチックがないんだよ。あのプラスチック、まあ床にも使ったけど、プラスチックとこの葉っぱなど全部このに入れちゃった。全部ここのガラクタキューブに変えてしまったんで、おおおどちまさおプラスチックないんだよね。どこ探しても。一旦ここ離れてプラスチック集めるしかないかもしれないんですよ。家でテレビをご覧になってる皆様。では皆さん、お待たせしました。お待たせしました。酸素ボトルと足のヒレ、準備しときました。はい。これでもう一回挑戦できると。で戻ってきました。あそこにもう一つの弓矢持っていこうかな。 OK、 これでもう一回潜っていきたいと思います。 OK、 もっと深く潜っていきたいと思います。でそこ入りたいんだけど今入れない感じですね、どう見ても。お、酸素戻る泡のところに行くと、なんだ、はい教えてよ。じゃあもっと潜ってっていうことですね、こんなに酸素与えてくれるのなら。何もないんだけど、ていうか下がこうなってるってことは世界が沈没してから作られたんですね。皆さん、さっきちょっと潜っただけで酸素ボトルは使い切らしてしまって、足ひれもうほぼなくなってる。だから気をつけましょう。スポットライトのパーツ
が必要となります。あ、これだ、スポットライトのパーツ。じゃああと一つだけよね。あ、あった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 ありましたんで、これで、あ、サメちゃん切ってそう。いないか。サメちゃん。これかな。なんで光当てて、どいてくれるわけ？トンネル入りました。あ、酸素。いや、酸素あって助かる。Floors anymore. Everyone is scared of the grabber. There's talk about leaving before the water gets even higher. Leaving for that other construction project, the one taken over by rafters. They call it Utopia. The only Utopia I need is right here. I've started to secure the tower. As long as I live, no one will claim my treasure. No one will reach my nest.悪いやつやね。釘がすごい。ここからは入れるか。なるほど、入れた、入れたわ。痛そう。じゃあここがあいつが住んでるとこ、あいつのアジト。なるほど、そういう罠も、おお、めっちゃある。痛い、死にそう。え、これどうなってる。防具持ってきてない。ああ、ここで死にたくないんですけど。ここで体の回復待とう。これさ、怪しい。あ、あれだ、あれ、あれが降りてくるね。ジャンプでいけるかな、飛んでいけるかな。できた。かな、いろいろあるよ。まずはブループリント、改良型ヘッドライト。ヘッドライトあんま使ってないけどね。一応あるけど。なんちゃらの鍵。あ、あれだよ、下の。I would be bored these days.If the mother load wasn't on the forefront of my mind, the water stole it from me. Oh, I should have acted sooner. Now there's trouble in the way. It's risky to deal with, but it might be worth it. The thought gnaws at me. Ah, but it's just one shark. How hard could it be? サメ?サメちゃんで手こずってたのか。
どうやって戻る？お。今ここってことね。じゃあ下に何宝がある？これクレーンの方で、そこに宝。なるほど。でもっと地下潜れば、なんかもう一つのドアあったよね。こことかではなく、もっと深く。ここや。お、これだよ。あいつ、またあいつ。暗いところを照らすために頭にかぶると、え、マジ、うん、何これあんまり照らしてくれてない気がするんですけどね。潜ればいいかな、これ。視界が狭くなっただけ。え、これさっきのとこ？あ、通れるんだ。ごめんなさい。あ、また。弓。あ、水じゃなくて空気。 OK OK、 無事でした。 OK、 進めていきましょう。あ、おお、おお、あ、何よ、あれが、あれ、あのサメか。確かに今までのサメと味が違うよね。てかすごっ、これネットでちょっと見たことあるよね。ちょっと酸素が欲しいんだね。うわ、なんかこの柱にぶつければ倒せる敵の、なんかネットで見ちゃったんだよね。やっぱり。え、どこ行った？なるほど。これ見ちゃったからね、一瞬。YouTube でいろいろ調べてるとき。ここに置いといて、ああ！サマちゃん来い来い、こっちだよ。おお、爆発した。え、あ、なるほど、上に穴が開いて、この辺アイテムないかな。 OKOK。 お、いるいる。めっちゃぶつけられた。ちょっと待って、酸素が欲しい。やばいやばいやばい、逃げ場ない。こやん。こっちだよ、サメちゃん。
足のひれがなくなったらもうめっちゃ泳ぎ遅くなるよね。これ怖いわ。まだつけられないね。こっちだよ。オッケーオッケー、これでつけれる。めっちゃ泳ぎが遅い。こっちだよサメちゃん、俺の酸素がなくなる前にやってきてほしい。やばいやばい。あー今じゃない今じゃない、サメちゃん今じゃないよバカ野郎。今は OK だよ OK だよ、準備できたよ準備できたよ。え外れ、足のひれがなくなってつらいです。落ちてないのかな、またいるなあいつ。この真ん中の足かな。おおナイスナイス、いい感じよサメちゃん。あ、やめて、マジで。酸素が欲しいだけ。やめて、やめて、まだ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 、まだ早い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 。ああ、足のひれが欲しい。まだ早い、まだ早い、まだ早い、早い、早いって。に当たれよもう。やばい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 、酸素ないし死にそう。やばい、え、やっぱ足のひれないとやっていけんな。そこ治療剤もないよね。治療前さ、治療のやつあんま使わなかったから、今回もいらないかなと思ったんだけど、いるいるみたい。いや酸素ボトルもすぐなくなりそうだよね。あこれか、これここに入っていけばいいか。あいるいるよサメ、復習しに来たけど。ナイス。そうか、ここ逃げていけるんだ船まで。いや本当に足のひれないと。おおベリーグーベリーグー、ナイスサメ、ベリーナイスグッドサメ。オッケー、レッツ遊びましょう。おうおうそこか、いいよいいよ、ドーン、お倒したよ。なんか手に入るかな、肉、サメの肉大量に手に入りますね。めっちゃ肉あ水、
上に行って何かあるの？いや、この辺に宝があるってこと？エスカレーター、あいつがその泥棒、あの泥棒が言ってた宝って何でしょう？お、風車、お披露、お、クレーンの鍵あったあったあっ た、クレーンの鍵ありました。じゃあ水平線がどんどん上がっていて、水がどんどん上がっていて、それに負けないようにどんどん建物を高くしてたんだね。でもこの泥棒の人が悪いことしたね。風力、風力を使ってバッテリーの、ああ、そっかそっかそっか、風でバッテリーの充電できる、すごいね、エコやな、エコになりました。ただいま、まあ、進めていきましょう。クレーンの方に行こう。風力、風力発電機と信頼性が高くバッテリーも長持ちするヘッドライト。これ何？ラインの納めのトロフィー。え、買う。お、え、え？ちょっと待って、ちょっと待って。何これ、ちょっと派手すぎるよねこれ。ええ、これはないな、ちょっと待ってどうも。あ、ここだった。ここだった。鍵入れました。操作、おお。俺の船遠いなもうちょっと細い方がかっこよかったかも。上から見ると太いな。マザーロードっていうのはこのクレーンだったかもしれない。だからその宝というよりその鍵のことだ。クレーンの鍵なだけだったんで、テンプランス。お、やっぱ来た。9969。新しいとこ行けるようになりました。ありがとうございました。今回も準備不足だった。では皆さん、次の動画まで。じゃあねー。